若い、戦闘力、まあ、生かしの骨越しの選挙です。あの僕が都議会議員の時に彼はまだ、議員じゃなくて、その時にあの、まあ、僕はまあ激しい戦いを当時からやっていたので、まあ、ちょっと面を拝みに来てくれたというか、でその後彼は、その自分の地元の市議会議員に、当選することができて、でそしたら、まあ、彼と僕がよく話すんですよ。彼は前線部隊の小隊長なんだと。僕はなんかあの、まあ、参謀本部好きの、まあ、あのなんとか官なんだみたいな。要するに僕が作戦練って卵にして、で彼があの前線であのマシンガンで敵を制圧するみたいな、そんなやり取りを、まあ、彼はご利用してくれるんですけども、外国人の、扶養控除の問題っていうのが、まあ多分彼は一番カクカクたる戦果を上げた、内容でありまして、でこの、意見書を書いたのが僕なんですね。要するに彼が構想をこういうことをやりたいんだと、で彼の調査をいっぱいしてきて、それを、まあ、あの意見書を採択のための精進という形したいんだということで、まあ、文面を追ってきた。で僕が、まあ、都議会議員の、あるいは国会議員の政策書だった、まあ、あるいは経団連の職員だった経験を生かして、まあその各省庁とかあのいろんなところで通りそうな文面に直してですね、意見書の、形を作って、でそれを、まあ、あの彼が全国の自治体に打っていったっていうことを、まあ、やってくれたんですね。でこの、どこを見ればいいかな、一応今お配りしていると思うんですけど、その文面が、あ、これか、違うかな、この一つ前の画面ですね。これお手元にあるでしょうか、外国人の扶養申請の透明化とさらなる改善の準備検証、お手元ありますか。え、これもないの、いいいいいい、はい、これが、珍しく、今伊藤先生が意見書出しても、まあ、全部無視されることもあるしと、意見書と正反対のことが、まあ、国の政策で、郵政民間的に反対決議を全部都道府県全自体やっても吹っ飛ばされることもありますよ。しかしこれはあの時まだ1期生の任期半ばの、福岡県の一市議会議員が、まあ、玉込めをして全国に打った意見書があちこちの自治体で採択をされるとともに、国を動かしてあの外国人の、まあ、扶養親族、要するに、外国人がですね、外国に扶養家族が20人も30人もいると言って、まあ、何百万円所得があっても全部控除しちゃって、全部還付されて結局無税になるっていうことが、そういう実態があったんですね。で彼はそれをもう明確な、その要するにこう、外国人特権だということを言って、それを、まあ、国税庁なり会計監査院なりが、まあ、役所言葉で認めて、でその上で、それは若干今改善をしている。例えば、外国人、外国の、扶養家族だと言っても、ちゃんと扶養している証明書を日本語で出しなさいというだけでもですね、かなりの、まあ、不正というか不確かな申請が削減できたとかですね。でもつまりこの人がこの意見書を出すまで、で僕が説得できる、役所を説得できる文書を書くまでは、それは変わってなかったんですよ。だから政府も何やってたのと、いう内容だったんですけれども、この、まあ、国を動かす改正を、することがある意見書ではできましたという、実例であります。で、ここの時に、これどういうふうに見せればいいかな、もう伊勢田さんがいろいろ細かく説明してくださったので、どういうふうにやればいいかっていうのは、ここに今ざらっと採択された議会ってこれ出てきてますけれども、まあこういう、まあ、これ2015年だから5年前の話なんで、
この後あのなんだろう種子採択とか何とかちょっと増えていってはいるんですけれども、少なくとも全部の自治体で議決しなくても内容が内容であれば、この時は確か皮切りにあの、まあ、彼の地元の近くの北九州市が採択したんで、やっぱり重大都市の一つがあの採択したっていうのが大きく効いて、あの国も動いた。あるいは、彼は、まあ、絡めてで自民党の国会議員も一生懸命、その意見書を持って請願しに行ってきて、で国会議員も伊勢さんバブリやってくれたのかな、この、意見書採択された意見書を持って国会回りをするっていうのは非常に大事な活動であるんですけども、でその国会議員から、国会でも質疑してもらうとか、あるいはその政府関係省庁に説明させる、あるいはその場で議員が叱り飛ばすみたいなですねこういうことをまあ、フル動員で、この今回の、外国人の扶養家族の問題は多分意見書採択関係の運動でもうフルスペックできる全ての活動をやって勝ち取った一つの例なんですね。意見書に書いてある細かいデータ10点1人当たり26名いたとか、はい、これはどっか国会議員に調査してもらった。そうです、もう事前の下準備はもう緻密に積み重ねた上で、国勢調査権使わないと一般人でわからない数字ですよね。そうですね、いや結構公表されている数字だけでもいろんなことがわかるし、だけど外国人が、まあ、どれぐらい、まあ、扶養家族が申請してますかみたいなのはなかなか出してこない。その数字が具体例が出てるからびっくりした。そうです、でこれは初め門前払いで拒否されたものをやっぱり国会議員使っても拒否されたんですよ。でところがある時点で正面突破で会計検査院に資料要求したときにふっと出てきて、ああそれがホームランですね。それがそでそれがでも何もしないで要求しても多分出てこなかったから、いろんなことをやってきたので会計検査院もこれはまずいと思ったのか出してきたんだろうっていう、まあ、判断ですね。何もしなくてもスッと出るわけではなさそう、当時の印象ですけど、で、どっから行こうかな、これさっきのページから、これさっき紹介したページですけれども、まあ、ちょっと伊勢さんの説明に準じますけど、まあ、意見書っていうのは地方自治法に基づくっていうことを、まあ、彼は説明してくれていて、で、まあ、議会で採択してもらうとこういう効果がありますよ、そして、例えば衆議院とか参議院ではこういうふうに取り扱ってくれるんですよ、要するにこれはですね、やっぱり彼も皆さんに請願陳情やってくれると、意見書採択の運動を少しやってくれっていう、これですね、マニュアルをホームページで公開してくれてるんですね。なので、僕が何かするよりもこれ見てねって紹介したらいいなと思いますね。で、まあ、次には彼自身東京に来ていつでも講演してくれると言っているので、まあ、彼と一緒に講演するとさらに彼の苦労話って聞けると思うんですけども、まあ、こういう話をどんどんやっていって、意見書を作って、その意見書を各、自治体に、投げていったと。今彼はノウハウですね、ワードで作った方がいいですと。それはつまり、さっき伊勢田先生に言った、各議会はその文章をそのまま生かすんじゃなくて、その文章の一部を修正すると賛成してくれる議員が増えるからって言って、まあ、修正してくれる場合があるんですね。でそうすると PDF とかでハードコピーだけ作ってもその作業する人が不便なので、まあ、テキストをいじれるもので、用意しましたってですね、いじれる文章を公開しているで、そして、まあ、いろいろうんちくがあった後で、いろんな手段を使ったけれども、とにかく意見書っていう形で、この問題に取り組んだっていうのは、ここちょっとね、わざわざベースは元都議会議員、僕当時都議会議員でしたから、元都議会議員、湯沢郷町が作成していまして、で、いろいろ
協力してくれた人たちについて、彼は書いていて、で出すタイミングっていうことを、測ってで出しました。でそれでこの人の他の、ページでですね、事務局にあの意見書を持っていくときにはあのニコニコ笑顔で行きましょうとかですねそのレベルのことからですねあの心得みたいなことも書いていて、ちょっとそれもあのお見せしようかなと思ったんですけどパッと出てこないんですが、そういうページも彼は書いているので、ぜひそういうのを参考にしてくださいと。でそして、あの漫画を見せようかな。これはいろんな自治体で採択された、出資採択されたっていう文章なんですけど、これかな、あ、違う、これ、まとめていこうかな。これは、意見書を、出すにあたって必要な資料を、彼が列挙してくれるんですね。まず、意見書そのもの、それから、意見書を採択してくれという、陳情や請願の、文書、そして、参考資料ですね。これを、ダウンロードして、紙にすれば、それ持って陳情に行きますよっていう、一覧を作ってくれる。だから他の、案件でも、この、少なくとも、まず読んだけ意見書そのもので、あるいは、場合によっては、鏡っていって送り状っていうのが必要、送り状っていうのは簡単に言えばあれ送り状っていうのはこういうものですね。お願いします。要するに中身の要約みたいなの。でこういうものが必要ですねと。戻るボタンないのこれ。ダブルクリック。ダブルクリックなの。でしょ。そして、さらに説明資料があると、より親切ですよって言って、この添付資料っていうのはその説明資料なんですが。説明資料も用意すると、よりで、この人はですね、1700の自治体全部だったらいけませんので全部郵送しました。で郵送だと受け付けてくれないという自治体が多いのは事実なんですが、ここまで丁寧にやったもんだから、郵送だから受けられないとは何事だって言ってですね、議会事務局の事務局長が自分の名前で請願し直してくれた自治体とかですね、それを読んだ議員の一人が俺が紹介者になるって言って、郵送じゃない扱いにわざわざ変えて取り扱ってくれた議員さんとかですね、結構なんかこうスポコンドラマみたいないい話がいっぱい出てきて、この人それライブ感覚で日記みたいに書いてるんで、読んでてちょっと胸熱なんですけどそういうことがやっぱり魚心に水心で起きることもあります。なので郵送でも丁寧に郵送したものを届きましたかって電話してですね、いろいろ聞いていくと、うちは受け付けないんだよみたいなことを言われても、そこで諦めない方がいい場合もある。もうダメな時はダメですけどいうことをですね。でそれがでこれがですね、皆さん本当は見たことがあるかもしれない漫画なんですけど、実は小坪議員がこの運動のために作った漫画なんですね。これだ、ユニコーンの時間がある。この漫画を見たことありますかね、皆さん。ようこそ原黒税理士事務所へ。私は原黒のりこ、高校というね、外国人の幸せのために頑張る税理士ですと。で、ある、外国人、私、日本で楽に暮らしたいのがあるよと、
正直ねと、あなたの願い全部重ね、叶えてあげるわと言って、次の日でも多分もっと戻らないと叶えてもらえない。あら、ありがとうございます。はい。で、メスにこう、こういうことを細かく聞いていって、ほら、みんなあなたの扶養家族にしちゃおうと。で、もういや、この人正直ね、いや、私が養ってるわけじゃないよと言うけど、そんなこと関係ねえから書いちゃないと。この人言うわけですね。で、結局、外国人だけがそういうことができるが、日本人はできませんと。つまり、日本の国内の人が、やっぱり全国の自治体に紹介、確認をし合うという制度があるので、本当の扶養家族じゃないじゃないですか、すぐに足がついちゃうんですね。だから日本人というのはそういうことができない。でも外国は足がつかないから、もう何十人でも扶養家族扶養だっていうことを、分かりやすく漫画にしましたっていうのが、これ一つの漫画。で、第二弾っていうのがあってですね、外国人と結婚した方が得ですよっていう、税制上ですね。得ですよって、ある女の人が、外国人と結婚するって決めた男の人に言われましたって話があるんですけど、そういうような分かりやすいコンテンツも使って、問題意識を啓発していったっていう、でこれが何がどう聞いたかとにかく最終的に聞いて外国人の、控除制度っていうのがかなり削減をされました。意見書にはそういう効果があることもあるので、でここまでフルスペックでやらなくても、先ほどの、逆に、リベラル革新の方々は、さっき言ったような意見書を1本スーッと出してきて、でそれでも議員の行動を縛っていくんですね、どんどん積み重ねて。だからここまでやらなきゃって構えなくてもいいので、実はその、質より量なんですよ。もうだって議員も質より量しかいないし、でちょっと俺は問題発言ですけど、有権者もですね、ちょっともうちょっといいですよっていう投票行動する人がいっぱいいらっしゃるわけで、結局具体性民主主義の一つの重要な決定事項、決定要因が量なんですね。だから量をちゃんとしっかり作りましょうということでございます。でそして、よいしょ、彼が、やったもう一つの、全国でですね、火を吹かせた問題が、観光庁、そして市区町村役所における赤旗購読問題、これを要するに公務員の中立性に反するんじゃないのと、言って、全国でどんどんその公務員の、要するに共産党の議員さんが、役所の課長さんとか部長さんとかに、いやいやよ、一部だけでも契約、購読してくださいよと言うと、もう議会で変な暴れられて嫌だから、分かりました、お付き合いしますっていう役所は全国に山ほどあって、でそれが実は赤旗の大きな収入源になっているという実態があったので、それを、彼は、いろんなことやってですね。いやそれは公務員の中立性に反するだろうと、これで彼は共産党のブラックリストになったんですけれども、そういうことを、これも確固たる成果を上げました。でこれは実は僕はほとんど関わってません。彼が他の、方々と一生懸命協力してやったことであります。というふうに、意見書、陳情、請願、こういう活動は実際に国を動かすこともあるし、あるいは議会議員を縛ることもあるし、議会議員の将来の行動も縛るんですね。なので、例えば外国人参政権を認めてくれみたいなのが一時いっぱい出てきたり、人権擁護法案をやってくれとかですね、あるいはもう今回の、中野区議会でも辺野古の新基地に反対してくれとかですね、いや新基地じゃねえよって、ただの移転じゃねえかって反対するんですけど、もうシャワーのようにそういった側の請願陳情意見書って求めるっていうのは来るんですよ。まともなって言っちゃいけないから、我々の側のそういうのは全然来ないという
実態の中で議員が活動していますので、ぜひ、頑張っていただきたいなということで、でこの活動の一環として次の、中村、日本沖縄政策研究フォーラム理事長の、沖縄の難民に関する請願陳情の、作戦というか、という話につながっていくんだと思います。とりあえず後でご質問、今まずご質問を受け止めましょうか。何かありますか。じゃあなければ後でまとめててもいいので、では私からの、請願陳情、実際にはこういうことをやってきました、でこういうことが行われています、でこういうふうにやらないといけないですよという、実態について、ご報告をいたします。どうもありがとうございました。